こんにちは。こんにちは。今まで会ったことのある有名人自慢大会ということでね、うん、まあ、僕らも業界人なんでいろんな方会ってますけども、うん、これまで会ったことのある有名人と思う方ね、うんうん、ただ会ったことのある条件、見たことあるだけはなし、うん、話したことがある、話したことあるとか握手したこと、まあ、握手まではしてなくても話したことがある、何らかの接触を持っているというレベル、ライブで会ったはなし、うん、ライブで見たとかね、だからプライベートでってこと、そう、まあ、別にプライベートなんか仕事の関係分かりません、うん、言える範囲で OK です、うん、それでこの人じゃないかという人を一人、うん、まあ一人でいいですか、一人ね、一人絞りましょうか、一番、うわ、君たちなんか一致するんじゃない、そんなことないか、いや分からないです、それは、うん、まあ、でも僕なんかはほら前は、まあ、これあんまり、まあ、言ってこなかったですけども、うん、テレビ番組の制作会社に働いてましたからね、そうなんだ、はい、まあ、僕はイベントの部署だったんで全然会ってませんけど、うん、例えばその番組とかやったら、うん、まあ、タモリさんとかを見てますけども、うん、タモリさんと実際に喋ってはない、うん、ちょっとそれは対象外かな、郷ひろみさんとか いたけども、うん、それはなしなんで、うん、まあ、姉ちゃん強いなこの企画、そうなると、まあ、仕事で一緒ももちろん OK ですけどね、うん、言える範囲ならね、書きましょうか、うわー、ゆうきゃんから、私はもう貯めたから本当に好きな人に会えたから一番って思ってるのは、はい、シドの秋さん、あー、うん、あった、うん、どういう、でたまたま飲んでた店に来たのよ、あー、でこの一緒に飲んでた人がアパレルのブランドやってる人 で、うん、でうわやばみたいな、秋さんおるみたいな、うん、私はもうこの世で一番シドが好きでさ、うん、で秋さんのファンだったからさ、うわどうしようと思って何もできないでいたら、そのファッションブランドの人がなんかうちの服着てくれてるからちょっと挨拶しに行くわっつって言って、挨拶したタイミングでこんにちはみたいな、よかったよ、マジで何もできなかった、夢のような時間や、同じ店で同じハイボールを飲むことしかできなかった、緊張しすぎて、なんか思いを伝えられた、いや、うん、ね、本当に好きな人は目の前にするとね、まあ、何も喋れない、そうなんや、っていうのを経験した、俺もちょっとアーティストさんなんですけども、うん、やっぱりリサさん、そうだよね、うん、リサさんは前に住んでいた場所で、うん、メンバーでご飯を食べてたら、ユーキャンだけいなかったんだよね、ユーキャンはなんか家で寝てた、そうで、もう死んでた、ハワイ料理店、ハワイ料理店で飯食ってたら、あたちが、え、俺とドラだったっけ、うん、が見える側、うん、リサさん見える側に座ってて、あたち一番背中側にいたいの、うん、そのあたちが、あれってさ、リサさんじゃない、うん、って言い出して、ちょっと CD 撮ってくる、CD 撮ってきて、うん、渡して、リサさんがそんなとなんか店から出られたんで、うん、店の中で声かけるのちょっとなと思ったから、うん、帰っちゃう前に、せっかくだからちょっと CD 渡そうと思って、うん、いつも応援してますと、これ僕たちの CD なんでよかったら、うん、聞いてみてくださいと、うん、ありがとう、頑張ってねみたいな言われて、うん、もうこれはもうすごい嬉しかった、そうだよね、うん、ナウローディング、ナウローディング、私も聞いてもらってる、うん、その後な、うん、多分まあ CD かなんかにの名前調べてくれたよな、うん、Twitter で、うん、Twitter でリサさんからなんとフォローが来ました、うん、僕フォローしてなかったです気まずい、気まずい、めちゃくちゃ気まずい、気まずすぎ、おい絶対リサさんも後で多分車の車内でこいつフォローしてへんやんただリサさんのすごいとこは、うん、そこでフォローしないじゃなくて、フォローすんねん、ね、この片思い状態で、うん、そんなことこんな器広いことある、ね、ないよね、俺だったらさね、こいつフォローしないに対処犯じゃないやんけど終わりやのに、うん、そこでフォローしてくる、うん、これねリサさんの器の広さ感じました、うん、もうだしささん共演できることを、うん、楽しみに頑張ってます、うん、見てたら、うん、思い出してくれるじゃあ次の方、はい、乗り行こうかな、はい、俺ね、この方で野生爆弾のクッキーさん、クッキーさん、いい、ね、そうあったんや、レイクタウン歩いてたら、あ、言ってたね、そうクッキーさんプライベートで来てて、うん、なんかちょっとした人だかりができてた、うん、なんか出し物やってんのかなって思ったら、ただクッキーさんがプライベートで来てるだけで、うん、もう写真の列みたいな、うん、ああまあ目立ちそう、そう写真撮ってください、写真目立、その頃はさまだコロナとかないから、うん、10年も前ぐらい、うん、マスクとかもしてないわけよ、うん、変装とかもしてなくて、うん、もうみんな写真撮ってください、写真撮ってくださいって、俺も写真撮ってもらって、うん、そう応援してますっつって言って、うん、クッキーさんはいた、目立ちさ、なんか怪物がいるみたいな、怖かったね、でもすごいよ、もう一、うん、回も嫌な顔せず、あ、いいっすよ、あ、そうなんですよ、めっちゃいいね、結構毒吐くイメージあるけど、そうで、うん、なんかこうめんどくさそうな感じで写真とかも撮らずに、うん、決めが悪いじゃない、うん、クッキーさんのあれで撮ってくれた、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、うん、めっちゃいくよ、バビーヨラワン、あー、ヨラワンだもんね、そう
あれね、あ、そうなんだ。そうだよ、沼影プールっていうその地元民が浦和勢が行くプールあるんだけど、うん、そこにね、親子で、うん、で、俺ら中学生だったな、仲間いるじゃん、悪ガキどもやつ、で行って、うわ、ボビーいるじゃん、ボビーっつって突進してって、みんな一人ずつプールに、すごい神対応じゃん。超神対応。普通の人はそんなに触れ合ってなかった、子供は、から、音楽関係はビクオさんでしょ、で、すごいだし、そう、シビリアンっていう、アニソンとかやるバンドかな、今のドラムと、岸田兄弟、あのドラムと、これも若い子が流行ってるらしい、アドミコっていう、そのアーティストさんは仕事関係ですか。そう、前職がそのスタジオ店員だったから、結局お客で来たりとかっていうパターンが多くて、伊藤さんはまあセミナーやってたりとかで個人的に追っかけて、うん、いやーということで知ってましたね、いろいろ。まあ、東京とかね、関東圏住んでると結構街で見かけるとか全然ある、うん、普通だと取材ロケしてるとか、うん、そんなんは普通のレベルで言ったらもっと多分なんか、ね、俺結構森三中さんとかレイクタウンにね結構来るよね。あ、まあ、そっか、レイクタウンそうなんや、ね、森三中さん、ロバートさんとかね、芸人さん、タレントさんはね多いね、レイクタウン。私生まれて初めて東京で見た芸能人、ケミストリーのドーチンさん。渋いいよ、めっちゃイケメンやんな、かっこいいじゃん、かっこいいよ。まあ、僕らもね、お待ちでたまに声かけられなくもない、たまにね、あるもんね、からね、こう、その人からしたらもしかしたら僕らが、今まで会って一番イメージになってるかもしれない。可能性あるね、なきにしもあらず。だから皆さん神対応しようっていうことよ、やっぱこうやってエピソード、全部いいエピソードが出てくる。そうやな、いいエピソードじゃないと多分、ね、書かへん、書かへんな、書かへんし、まず覚え、なんか悪いイメージ持っちゃう、それだけ、素晴らしい、だから、素晴らしい対応しましょうってことですね、ぜひだから声かけてください、マジで、声かけたらお願いします。お願いします。お姉さん声かけてください。ご飯行きましょう。ご飯食べましょう。全然。神対応します。直球や。ド直球や。ありがとうございました。ありがとうございます。